一番星になる虹の夢アイカツ始めます。はい、お疲れ様、ゆめちゃん。ありがとう、小春ちゃん。お疲れ様です。私もお邪魔してよろしいですか。アリアちゃん、もちろん。見に来てくれたの？はい、とっても素敵なステージでした。あ、それとこの後一緒のお仕事なんだよね。はい。あ、でもその前に別のお仕事が入っちゃって。一緒に行ってもいいですか？うん、いいよ。ゆめちゃんのアイカツ、もっともっと見たいです。ありがとう。でももっと頑張らなくちゃ。小春ちゃんと作ったドレス、たくさんの人に見てもらいたいし、もっと素敵なステージをして、アイカツランキングももっともっと上を目指したいし、エルザさんが言ってた太陽のドレスっていう新しい目標もできたしね。ゆめちゃん気合入ってる。ん？あ、そろそろ出発の時間だ。もう移動？うん、次は雑誌のインタビュー。それが終わったらアリアちゃんと一緒に姫先輩の番組のゲスト。はい。あと S4TV の収録の段取りも確認しなくちゃ。ゆめちゃん、眉間にシワ寄っちゃってるよ。え、ほんと？気をつけなきゃ。無理しないでね。うん、大丈夫。四つ星学園に背負って立つ S4 だもん。ゆめちゃん素敵です。それじゃ次のお仕事現場へレッツゴー。では次の質問です。 S4 になって良かったことは？はい、ステージに立つ機会が増えたので、より多くの人に歌を届けられるようになったことです。では最近のアイカツで楽しかったことは何でしょうか？西野さん？たくさんステージができるし、お仕事も増えたし、充実してるって感じで、もう全部楽しいです。あれ、これって本当に楽しめてるのかな。虹野さん、スマイルでお願いできますか？なんか力入りすぎちゃってました？ダメだよ、撮影の邪魔しちゃ。おや、ダメでした？ごめんなさい。いい表情、ありがとうございます。ゆめちゃんのアイカツいいです、すごくいいです。よし、次の現場。はい。 S4 さんって大変なんですね。疲れちゃったりはしないんですか？
私バレーボールやってたから体力には自信があるんだ。だから全然平気。すごいです。そうだ、今度バレーボール教えてあげるよ。コートの妖精なんて呼ばれてすごいアタック決めちゃったりするかも。行くよアリアちゃん。アタック、決まった。優勝は四つ星フェアリーズです。ゆめちゃん考えてたら面白くなっちゃって。ゆめちゃん面白いです。そういえば最近こうやって想像したりしてなかったかも。姫先輩との番組は生放送か。緊張する。大丈夫、何回も順番は確認したし。本番いきます。 3、2。 白鳥姫のハートをお届け、姫カレー大作戦。皆さん、ナマステ。本日のゲストは2時のゆめちゃん、双葉アリアちゃんの2人が来てくれています。よろしくお願いします。姫先輩は先日まで世界のアイカツを見に旅に出ていたんですよね。そうなの、とっても勉強になったわ。旅の中で巡ったインドでは本場のカレーを味わうことができたの。今日はお土産のスパイスセットを使って作りましょう。早速スタート。まず熱した油にスパイスの香りを移します。姫ちゃんがインドに行った時のお話聞きたいです。踊りが面白くって元気とパワーをたくさんもらったわ。こういう感じ。わー楽しそう。とっても楽しそうです。難しいです。こうでしょうか。もうちょっと顔だけ正面にして。え、踊りの話が始まっちゃった。ちゃんと進めなきゃ。どうしよう。楽しいでしょ。こちらをご覧ください。おや、見たことないスパイスがたくさん並んでます。これは何と言うんですか。これはヒング。匂いはどう。すごいでしょ。でも調理すれば甘みのある香りになるわ。話を戻せた。では次は玉ねぎを炒めます。あれ、材料刻んでない。おい、用意してないのか。どうしよう、時間内にできるかな。あれ、お料理番組って切ってあるのが用意してあるんじゃないんですね。あ、アリアちゃん。およ、ゆめちゃん、そんなに気にしなくて大丈夫よ。では玉ねぎを刻んでいきましょう。はーい、私もチャレンジします。じゃあ私はニンニクね。アリアちゃん、ちょっと大きくない。ああ、でもあんまり切るとかわいそうなので。まあいっか。まずは玉ねぎ、ニンニクにコリアンダー、ターメリックにチリ、ヨーグルトを加えて、最後にホールトマト。メロディーが生まれそうです。
いい意味でショックを受けるわね。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。ということで、今回はこの辺で。次回も姫カレー大作戦お楽しみに。はい、オッケーです。いやー、ゆめちゃんのフォローのおかげで助かったよ。いえ。ゆめちゃん、お疲れ様。お疲れ様です。途中あまりうまく進められなくてすみませんでした。え、そうだった？十分楽しい番組になったと思うわ。はい。ゆめちゃん、そんなに頑張りすぎなくてもいいのよ。笑顔笑顔。そうだ、たまにはちょっと見方を変えてみたらどうかしら。それって、例えば他の人のアイカツを見てみるとか。お疲れ様でした。ねえゆめちゃん、アリアちゃんと一緒にステージをやってみるのはどう？とっても嬉しいです。ゆめちゃん、よろしくお願いします。こちらこそよろしくね。今は食べる気にならなくて。ゆめ、大丈夫？何か嫌なことあったの？何でも聞くよ。そんな大げさな。好きなんだけど食べたくないっていうか。ありえない。いつもスイーツは別腹って言ってたのに。ごめん、ちょっと先に戻ってるね。明らかにちょっと変だよね。最近あんまり休めてないみたいだし。今日のライブの後もちょっと疲れてるみたいだったな。全部に全力出しすぎなのよ。そこが夢のいいところでもあるんだけどね。アイカツ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 。ふぅ、アイカツしてる時のアリアちゃんってすっごく楽しそうだよね。私、恋してるんです。え？恋？どういうこと？私、行きたいところがあるんです。行きたいところってここだったの？って、アリアちゃん？アイカツしましょう。お？わしが？いやいやいや。すみません、一緒にアイカツしませんか？あら、でもこれから買い物に行かないと。アリアちゃん、どうしたの？アイカツしましょう。アイカツ？はい。ゆめちゃんも早く、一緒にアイカツしましょう。はい。でも私アイドルじゃないし。大丈夫、ここがステージです。いいです、いい表情です。とっても素敵です。アリアちゃんってどこでもアイカツを始めちゃうんだね。お、アイカツって楽しくって大好き。それはもうアイカツに恋しちゃってますね。お、そっか、最近の私ってアリアちゃんみたいに恋しちゃうくらい楽しくアイカツできてなかったかも。バイバイ。また明日もアイカツしましょう。アリアちゃん、恋ってアイカツに恋してるってこと？はい、そうです。ご飯を食べてる時も寝てる時も
いつもアイカツのことを考えちゃう。考えていると幸せで楽しい気分で、これってきっと恋です。知ってるよ、レッスンするのもいろんな人のアイカツを見るのも好きなんだよね。はい、好きだから私のアイカツをみんなに知ってもらいたい。アイカツの花を世界中に咲かせたいです。恋するってことちょっとわかったかも。じゃあ私たちってライバルかもね。え？だって私もアイカツ大好きだから。はい、ゆめちゃん、私と一緒にアイカツしてくれてありがとうございます。ありがとうだなんて、私先輩らしいことまだ何にも。そんなことありません。忙しくっても頑張れるゆめちゃんってパワーが溢れてて輝いてます。そんなゆめちゃんを見ると元気をもらいます。とってもとっても。やっと言えた。私ずっとゆめちゃんに伝えたかったんです。ありがとう。ゆめちゃんって私のお姉さんみたい。一緒にいるとワクワクします。嬉しい。お姉さんか。アリアちゃん、今日のステージ最高に盛り上げちゃおう。双葉アリア、アイカツの花を咲かせましょう。虹の夢、行きます。
あんな楽しそうな夢久しぶり。よかった、これで一安心ね。あ、姫先輩。お疲れ様。姫ちゃん、来てくれてたんですね。どうでした？私たちのステージ。素晴らしかったわ。二人ともすごく輝いてた。わあ、やった。姫先輩に言ってもらえると嬉しいです。ゆめちゃんもアイカツに恋をしてるのが伝わってきたわ。もしかして姫先輩が一緒にステージをするように言ってくれたのはこのことを教えるため？そうだ、ちょっと待ってね。一緒にステージをやってくれてありがとう。わあ、かわいい。とってもかわいいです。ありがとうございます。ありがとうなのはこっちだよ。今日すっごく楽しかったから。っていうか、自分たちのライブなのに自分でお花を用意するなんて、私たちってちょっと変？アリアちゃん、ありがとう。大事なことを思い出したよ。よ、うん、私やっぱりアイカツが大好き。アカシア揺れる森の呼吸、木漏れ日のチューン、羽織ったらピルエもらおうかな。次回アイカツスターズ、リリーと王子様、つかめアイドル一番星。